また一つ歴史を刻もう。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目のシンボリルドルフ、十分に勝利を狙えますよ。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、ライスシャワー。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは16番、2番ライスシャワー。期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフ、16番快調に飛ばしていきます。先頭は16番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは13番、さらに14番ライスシャワー、4番手シンボリルドルフ、5番手少し後ろから11番、それを見るように2番外から外からメジロマックイーン、さらに外から12番1馬身離れて8番、大きく離れてマチカネファンホイザ、1馬身離れて6番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。前から大きく開きました。間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。順位を振り返っていきます。